反乱軍の迅速な敵には援手。吉本殿、炎章殿、東閣殿、三人の将はがっちり籠城する。やはり正攻法では崩せそうにないね。皆、手は…図通りに頼む。吉本公と蹴鞠をせよか。閣殿の真意、つかみかね。しかし、古の名将の策、信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。炎章に近づけ、だが手出しはするのか。全然燃えない策だよ。大胆、閣殿の言葉を信じていいのか。この通りなんで今度は俺たちが裏切られる番か。これでどうも。戦の要は軍師の格差、それに主膳さんと直政ですね。その通り、一人でも欠けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれよ。吉本公をどう蹴鞠に誘うか。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでしたよ。次は炎章殿の方を頼む。どうやら作戦は順調なようだ。ほんじゃ、俺はこの辺で失礼するよ。角殿はこんなこと一言も。やるなら今だ。戦艦連装陣。伏兵とはやるの。やるぞ。炎章は名族の中の名族なのじゃ。はあ、敵将討ち取った、うん、だが名族たる私が活躍すればするほど当族が笑うことになる。炎の通りだと思うよ。熱い救援感謝するぞ。しかし、各殿はこの伏兵を知っていたのか。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。うちこの通りなんていい。
全本社が信長や董卓と組むな。まるで本意ではないわ。名族の誇りにかけここを死守。いや、こら、ひげを引っ張ってない。うん、名族はひげも志も立派なのじゃ。わらわも名族に手を貸そうぞ。よし、炎章の砦に到着してさ、ここで待っていればいいんだ。なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは袋のネズミじゃ。開門せい、急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。よし、門は開いたね。計画通りだ。利関係じゃねえ。いいもの見せてもらったよ。今こそ宇宙結果両戦団。はい、の道を開きましょう。どうなっておる。城はすっかり包囲されているではないか。城攻めは得意なんでね。さて、董卓殿、おとなしくしてもらおう。こうなったら打って出るまで。ここでいいって。やあ、おっと、ジョーちゃんがまずいようだな。仕方ね、助けに行く。体勢は決しました。吉本公、どうか降伏を。捉えておきたかったが、このような恥辱を受けようとは。董卓や信長に手を貸したがために。相変わらず凄まじい戦をする。この先も頼りにしているぞ。大事と軍略を戦わせて見たくなったよ。城の守備があっけなく崩壊した。角度の読みが的中したということか。たくさん援軍を連れてきてくれたんですね。いきなりいなくなったので。私、その敵に寝返った、そう思ったのかな。直虎殿は顔が赤くなるから分かりやすい。真にしてこれを放ち、未関係の神髄堪能させてもらっちゃったよ。あの三人が親しいかは微妙だが、ま、喜んでもらって何よ。ケマリに誘っておいて叩くなんてひどいの。先ほどの姿は幻か。修繕殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。角殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でしたよ。
おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。蹴鞠に誘っ、この勢いに乗りたいところですね。あっはっは、うまくいったもんだ。うまくいったな。